マッチ棒パズル。正しい等式を作る脳トレが全部で6問、おまけ問題付きです。では始めましょう。第1問。マッチ棒を1本動かして正しい等式にしてください。正解は7+0=7となり、正しい式になりました。第2問。マッチ棒を1本動かして正しい等式にしてください。正解は2×6=12となり、正しい式になりました。第3問。マッチ棒を1本動かして正しい等式にしてください。正解は4=3-1+2となり、正しい式になりました。第4問。マッチ棒を1本動かして正しい等式にしてください。正解は5=5=5×1となり、正しい式になりました。第5問。マッチ棒を1本動かして正しい等式にしてください。
正解は56÷4=19-5=14 となり、正しい式になりました。第6問、マッチ棒を1本動かして正しい等式にしてください。正解は99+89=188となり、正しい式になりました。おまけ問題です。マッチ棒を1本動かして正しい等式にしてください。この問題が解けた方はコメントをお待ちしております。なお他の動画でこの問題の解説をしていますので、終了画面または概要欄の URL からご覧になってください。